絶対に負けると負けたらば安倍さんの政治生命は終わる。隠、うん、すれば隠れるものと知りながらやむにやまれぬ大和魂それではご覧ください。でもなんであんな高市さい地代にうんと一生懸命やったかっていうのはそった一つです。あ,<ー>あ、河野太郎まあそれは河野太郎だけはあの総理にしない,いまあね中国ともつがってるしね。結局そうだよね。なるほどなるほどわかります。ますなるほど。 もうでも、あれですよね、その、本当にだから、僕は結構自分で政治見てますけど、県議員に聞いて参考にすること多くって。本当かよ。いや、本当ですよ。お前はね、すごい。いつも、政経伝論も何でも、すごいよ。君の分析と教養は。 総理に、なもうお高さんに言われる総理にもう2回目やめてくださいって言った,言ったことをずっと言われるので <laughs> もう勝負感がなさすぎるあ、ねあの。第2次安倍政権の時,時<う>の,あの総裁選出るってやめとけってこの人言って俺は麻生さささんんんから人ててで、うん、とある人を通してさんのとこにに安倍さんが、うん、と総裁選に出る っていうのを言いに相談に行くから絶対反対してくれと絶対に負けると負けたらば安倍さんの政治生命は終わる、うんうん、っていうのがあって、うんうん、俺のところに相談なんか来ねえだろうと思ったら3時間後に電話が鳴ってで検討者に来るっていうからいやもう分かってるから要件は。だからいや 議員会館に行きますと言って議員会館に行ったんですよ、うん、でパッと机を見たらボンと原稿が出てきたんですよそれが約束の日の生原稿ですよ小川英太郎って書いてあるんですな、うん、うん、だこの原稿と思って小川英太郎も知らないしさんってこれは本当ですけどもか彼が本気でそう言ったかどうかは別ですよ健常さ,さんがこれを本にしてくれたらば 僕は総裁選に出ますで、ね、安倍さんのことを本当に考えている人は絶対に止めるべきです、うん、だから正しいんですいや俺は思ってましたけどいや <laughs> そうそれ君はすごいそう,そう思ってたのは菅さんと君ぐらいだよあ<ー>それで <laughs> いや菅さんはすごかったからねあの政治家で、うん、絶対に出るべきだってやってたのは菅さんだからです で俺はそれを見た瞬間になんだかワーっと体が熱くなっちゃってさうん、うん、出しましょうって言ったんだ <laughs>、ね、出しましょうって言ったことは出,ろって出るってこと、うん、<laughs> ですね <laughs> ただ自民党総裁選っていうのはパブリックな選挙じゃないので、うんまあ、プライベートパーティーの選挙だから公職選挙法がないんですら それは、えっと、吉田松陰三島由紀夫、安倍晋三と人を同列に並べた、うん、と安倍晋三がいかに素晴らしい政治家かっていうのを書いた本なんですよ。でそれで、えっと、11月25日前後っていうのは三島由紀夫が11月25日に切腹してるんだけど、はい、自害してるんだけどそれは吉田松陰が処刑された人うんと。 歴にするると重なるんですようです三島由紀はそれを知ってて切腹したかどうかはもう死んじゃってるからわからない,いだけど11月25日っていうのはそういう日でしかも吉田松陰山口出身の吉田松陰が国のことを売れた「隠すれば隠なるもの」と知りながら「やむにやまれる大和魂」っていうふうに戦岳寺のうんと。はい 忠臣蔵が眠っている寺の前を、うんとまあ、彼は、うん、とペリーの黒,黒船に日本のために、うん、と密航してアメリカに行こうとして捕まるわけだよ。はい、それで天満町の牢獄に送られる時に泉岳寺の前を通るわけですよ。その時に忠臣蔵の四十七子が祀られているその前を通るわけだ泉岳寺の。で、えっと、大石倉之助は自分が 切腹する前に最後の最後のまあ時世時世は最後に決まってるけどあら、うん、たのし、憂いは晴るる身ははつる」いや気分は爽快である主,主君の敵を取って憂いは晴れたと「憂いは晴る晴るる実は果つる」しかし、うん、そのために自分は切腹しなければいけないと「浮世の月にかかる雲なしあらたのし、 霊ははるる,身は発る浮世の月にかかる雲なしだけどなってお前ら浮世の俗人が思ったってどう見たって俺の心は雲が一つもかからないほど、うんうん、と晴れ渡っているんだと、うんうん、月がこんなにきれいに出ているように晴れ渡っているんだって言って切腹するわけですよまあ切腹できないから切り落とされたんだろうけど途中でそれに対しての変化 返し歌が吉田松陰「あらうんと核すれば核なるもの」と知りながらだから日本の国を売れて密航してなんとか日本に帰ってきて日本をなんとかしようとそういうことをすれば核すれば核なるものと知りながらだからそうすれば捕獲されて牢獄に送られることは分かっているけれども。 やむにやまれる大和魂って歌ったわけですよ。これは変化ですよ。はい、大石蔵之介の。と俺は思って。その吉田松陰の。うんと、出身地が山口なわけじゃないですか。はいはい、で。安倍晋三は。山口で。で。もしも総裁選に奇跡的に勝てば。十一月二十二十五日近辺が。 あの解散選挙戦にににななっってて月の末ぐらい自自民党があって自分があ分総理になるだから11月25日っていうのはキーなんですよ。それを約束の日と吉田松陰も約束し三島由紀夫も約束し安倍晋三も約束した日だっていうそれで約束の日っていうふうに俺がタイトルをつけるんでそれはいくら広告しても全く公職選挙法に違反しないんですよ。 だからすごいかっこいい広告をものすごい金額をかけてやったんですよ。引き受けた以上やらなきゃ、うん、でもね安倍さんもね2万部ぐらい買ってくれたり、うん、それから広告したおかげで売れたんですよ9万部ぐらい売れたんですだから俺ほとんど損してないんですよ儲けはしなかったけど損もしてないっていう、うんうん、そういう中でいざ投票になって。 なうん、ともう日本農業新聞から日本繊維新聞からそれは、うん、と朝日毎日読売日経,経、うんとそれから地方紙全部に打ったわけですよ <laughs> 約束の日のあれを <laughs> ねそこまで打ったでそれで吉田松陰三島由紀夫安倍晋三この日本をどうするのかって言ってでっかいでっかいコピーでやったわけですよ。 で開票したら1回目の開票で地方票を20票満たないだろうとだか党員票ですよ20票満たないだろうと言われていて3位だと1位 1>、はい、石破2位石原伸晃3位、えー、と安倍晋三だと言われて4位かもしれないと言われ,言われてたのが党員票地方票が20票満たないっていうのが87票入るんですよ。俺は勝手に この広告が効いただろうと思うわけですよ。いやいや大きいです、す <laughs>、ね、で2位に入るんですよ。うん、それで今度は、えっと、決選投票は議員だけだから勝ちですよね。で、勝ったんですよ。だから石原伸晃が、えっと、2位に入ってたら石原伸晃が総理になってたんですよ。<laughs> これは大変なことになりました、日本は。<laughs> だから、なかったんだからいいじゃん。俺は石原さんとものすごく仲が良かったから言いに行きましたよ。 あの「僕は石原信輝さんを伸晃さんを応援できません」はい「えなんでだ?」って言うから「いや安倍さんを僕は応援させていただきます」って言ったらば「はい、あの人何つったと思う?」って言ったんですすげえよもう俺お前,お前の好きにしろって「いちはビジネス」って言ったんですよ、はいはい、そ,それはもう本当石原慎太郎ってかっこいい人だったけどまあそ,そ,うそういう経緯があり で逆転して、うん、と総裁になるんですよ、それは総裁になったということは解散に追い込めば総理になるということですだから、うん、と総裁にな,な,なったそうね1時間後には電話があったし、安倍さんから、で翌日、総裁室に来てくれと翌朝行きまして、ね、そしたら、うん、と総裁室に初めて、うん、と安倍さんがな第二次安倍政権でなって最初に入った一般人ですよね。うん だけどその前にいた人がいてその人が出てきて俺とすれ違って王健次さんって言って握手してやりましたねって言って俺は入ってってその人は出て行ったんですよそれが菅義偉一般人じゃなかったですね <laughs> あれなんですよ <laughs> 自民党の総裁室って基本あんまり入んないんですよだいたい自民党って総理公邸に行ってその時野党だから 総裁室にいるんですよね。うん、だから自民党の総裁がね、総裁室にいるってめったになくて、うん、僕もだから総裁室呼ばれ、その後呼ばれるんですけど、うん、なかなかその自民党総裁に呼ばれたら基本、公邸に来て、官邸に来てだから、うん、総裁室でだから入る人なかなかいないですよね。なかなかいないよね。はい、と、俺も思いました。いや、県民が日本を救ったんです、ね、いや、違う違う。<laughs> 俺は、だって安倍さんの失敗もいくつもあるし、俺は個人として好きだった。 これ君らの前で言うな勇気がいるけれども、俺は安倍晋三さんがやったことでえっと思うこともいくつもありま,ああります全然ありますよ。あそうか。だから良かった。ツイッターでも告示しましたけどやっぱ、うん、コロナ対策と。 あとあの外国人の,あれは、まあ、事,情あの事情があるの分かるけどやっぱりあの外国人労働者の受け入れの枠を増やしちゃって、まあ、これも財財界経済界の用語だからしょうがないんだけれどもそ,うそ,うそ,うそんなもんだから個人的にはいっぱいあるけど個人が好きじゃないですか俺は個人が好きなだけで個人別にあの人のいやもちろん国家観と,、うん、と歴史観が一番揺るがなくしっかりしてたのはあの人です。 <laughs> あの、左翼の活動家だからね。<laughs> そうだよ。鍋ね <laughs> だってみんなそうじゃないですか。<laughs> そうだけど。だから、からそりゃそうだな。はい、だ偉そうに言うことない。いいんです。だから、えどうなのって思うことはいっぱいありました、はい、でも、それとは関係ないもん、個人,個人え。だから え、ニー、ね、おっしゃって、だからその総裁選に出る前に、いや、今から現動者行きますっていうふうに言うのと、肯定に来てくださいっていう岸田さんとの違いじゃないですかあ、それはね、ものすごい違い、はい、あ今のはもうぴったり、安倍さんっていうのはそういう人、ものすごくちゃんと相手のことを考えて、自分はどうすべきかというのを判断できて、人気に厚くて、恩返しもきちっとできて、義理人情のある人。うん じゃなかったら、この人、この人を、出生、出生したら、すぐ飯食うって言うんだから。それも俺と孫徳で止めたんだから、そんなことしちゃいけませんまあ本人もね、執行猶予をあげるまではって我慢してね、ちゃんとしてくれましたけど、<う>だから、本当にそういう人じゃないですか。うん、だから、あの、そこまで持ったし、みんな。で、もう覚えてましたよ、総裁選の日。2位になった時、俺、名古屋にいたんだけど、もう権利から出かかって、孫徳勝つかもしれんぞ。<laughs> <laughs> そうだって言った。 だかに入ってこの人はもう安倍さんに対して古くからの応援団だから応援団というか人間が好きだから付き合ってきたけどその時には言わなきゃと思ってさありがとうございます <おう S 1>。ねあの時にまあこれさノブテルの話になったからちょっと裏話みたいにするけどンちゃんと僕とケンニーと安倍さんでスリーでゴールフしたんですよ。 ノブテレの話になって,て,なって結構僕はケチョンケチョンに言い出したら安倍さん結構顔が真っ赤になってきて「いやそん,そんなことないですよ」いやあいつはダメだ」ぐらいにしても,うもう止まんなくなってきちゃってでも県ンもちゃんと「いや僕はもう子どもの頃からしても安倍さんそうおっしちゃいますか」と結構言ってくれて子どもの頃から俺ノブテル知ってるからさ。<で> そのいや今度あの悪口の言わないお前もそうだろうってあいつも,いもう「あいつはダメだ」ぐらいになったら安倍さん3対1だからさクーってなってしまってケンニーが夜電話かかってきて「俺言い過ぎたかな俺あんなに言って大丈夫かなもう大丈夫です」って言う,言うしかないじゃないですかでそのあたり結局ああの結局ノといル総裁選で、まあ、谷垣さんを蹴落として出,うん、うん、出たのもありまあ明智光秀だと麻生さんに言われるわけだよ、ねはい、でその中国の、ね、あとは 金目でしょとかって結局起こしてだめになるじゃないですか。で僕総裁室に呼ばれた時に総理にだけどね安倍さんだってね町村さんが出てんのに出てんだからいやまあいいじゃないですかいいじゃないですか町村さん嫌なやつだし谷垣さんいい人だからで面白い面白い論理になればいいや総裁室に呼ばれたんですよで総理ここにいて僕がここ行って人払いしたんですよ。 総理が、うん、こうやって三んたさん言う通りでしたねて。ノブテルひどかったですね。うん、あ言った？ったそれ言った。いやもう俺もねスリーハンドレッドで飯食いながらうんとノブテルはダメだとお前が言い始めたので俺も、うん、そうだって言ったの覚えてるよ。安倍さんすごいよ。本当はどう思ってるかわかんないけど。<laughs> めちゃくちゃ擁護したよね <laughs> <laughs> いやそんなことはないそれは誤解だとかって言ってな <laughs> まあ総理のいいところはあれなんだけどこう来る人に対してすごくよくするじゃないですか、うん、だからあのやっぱりねろくでもないものの結構いるんですよ俺みたいな前科者とかもりみい <laughs> <laughs> まあたそれ置いといてでもねそんなことはないんだけどそういう意味ですごくだからこう 来もう来た人に対してはすごくよくしたっていうのは、うん、ちょっともうちょっと選別はしてほしかったなって思います、うん、ね。案外ね 人を見る目はあんまないよ。そう。佐々言わなかったっすよ。佐さん。この間、有本さんと食事をしてた時に、あの、いや、安倍総理って僕最初のうちは、清託を合わせ飲む人だと思ってたし、もちろんそうなんだけども、よーく見てみると、単に人目が、人見る目がないだけかなって言ったら、あの、有本先生もそう。そう、ない。や、だって、塩崎康久みたいなの、官房長官にするじゃん。だって、だって、なんだ、4人の、なんだ、えナイスの会。ナイスの会。根本、塩崎、 石原信てる安倍だよ安倍, <laughs> 安,倍安倍さん以外ダメでしょ <laughs> あれね塩崎康久さんなんて本当にうちの地元だけど本当 <laughs> にひょまえ愛媛一句だけどねでしかもね私の事件の時もそれまでなんかしょっちゅうあれ来てうちの愛人なんかあいさしてたのに真っ先になんだっけあのイカーキ批判したのあいつだしね本当にねもう <laughs> そうだよねいや別に批判するのはいいんだけどさ手の裏返しの速さ速さがすごいよでもね, <laughs> ね面白い、ね、いやあの、本当にあの。 いしか言えないやいやいやいに。いや思ってましたけどだだって俺も思ってたけど言えないよ。 ね、あ自分は外務大臣にした時に河野太郎だって自分が外務大臣にした時は越に行ってたんだから <laughs> 名人事でしょって <laughs> これはすごいでしょとって言ってて <laughs> すぐ大嫌いになった。<laughs> <laughs> で面最後まで最後まで安倍総理のことに嫌われずに住んでる人多い中ですぐに嫌いになれたっていうことが河野太郎立派だよある意味すごいね,そ,うだよねそ,それぐらいひどいってことですね結構最後まで安倍総理のことをだまし負おうた人間多い中で、うん、だけどさもう明らかな単なるパフォーマーだからねはい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 もうはいはいはいはは なんていうの、はい、ポ,ポピュリズムの、うん、もうなんていうかな弊害を全部背負っってる人だ、うん、<laughs> 人だからね二人ともこ,これこれが都知事でもう一方が、はい、あの総理になったら日本は終わりますん、ねはい、いやおっしゃらなりです、うん、無責任なんだから基本的にはでも今回の秋元事件でもねあのお金がなんかあの日本あるいやバルシ組合から流れてるってとかいうですね河野一族河野一郎さんからねずっとあの農林 利権とあと特にあの競争ば利権は河野一族が牛耳ってますから、ね、なるほど香ばしいですよあれはもう、ね、めっちゃおもろかったね本当ですね,やいねなんかまだまだ本当は伺いたいんですけど、うん、だからまたな ちょっといいよもう俺は出ないよ。いやそうですか。分かりました。なんか一年後ぐらいもう一回みたいな。まあちょっとその時はもう忘れてると思うんで。もうもう。またちょっと読んでいただいて <laughs> ほ。いや本当の面白かった。めっちゃおろかったですよ最高です。まだまだやばい本当にやばかったですよ。もう <laughs> やばいとまずいんだよお前。もう <laughs> <や> <laughs> 大変なんだよ総務とか秘書にいろいろ言われて。<laughs> それいいですよね, <laughs> ね。現にこの番組はなんかあのどうもうあの私の番組だと思われてたらしいっていうのをちょっとコミュニティアさんですがそうそうこの三週間。 前から私の立ち上げて三週間でも五万あの登録あるんですが、うん、これが十万超えたらちょっと叱るべきタイミングで今度は私の方に、うん、孫徳さんが来て三人でそ,れそれは断れな、ね、いね、はい、そ,そのロリーは断れな、ねはいいや孫徳が孫徳が始めたのは知ってたけど最初からもったかがいたから。 まあもったかの番組にも取れるわけじゃない。はい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 。で孫徳の孫徳の番組だと思うから孫徳には最初言ってたんだよ。はい、孫徳、俺は出るよと。あの言ってくれれば出るよって。それすごい俺にとってはすごい大きな決心だったんだ。ありがとうございます。ででうんと君の知り合いにうんともったかの番組なんだろうっていうふうに言ったからその。 知り合いが君に伝えたんだろう。はい、そうです。まあ、あの実際には、この番組のオーナーは孫徳さんで、私は雇われママです。雇われママ <laughs> <laughs> 俺は客ね <laughs> ゲストゲスト。まさにゲストです。<laughs> でも、店長さん出ていただいて、いかがでしたか?。いろいろ。いやいや、それは。本当は喋れないことが、実はいっぱいあります。うん、これ喋っちゃったら、もうおしまいでしょうって話が、いくつもあるんで。 俺,を俺も自分の保身を量りながらしゃべりましたけれども <laughs> いや本当に実は2人とも繊細で、うん、ちゃんと相手のことを考えて振ってくれたりものを言ってくれるのでとっても気分よく話せました。およかった <laughs> なんか「あれはやばいですよ」ってだってどなたかがおっしゃったんでしょ、ねその やばいと <laughs> やめた方が今からでもやめた方がいいですって俺が俺が菅さんと電話で話したオリンピック今からでもやめた方がいい <laughs> 同じですよ今からでもそれはできないってだから俺 <laughs> 菅さん批判できないね <laughs> それはできないよ人間として <laughs> ありがとうございます <laughs> 皆さんいかがでしたか今後の政治を見る目がより深くなった方は高評価を 政治人へがいかに戦略的で巧妙だと思った方はチャンネル登録をお願いします。日本の政治裏話や党内の駆け引き、特定の政治家たちの人間模様が詳細に語られており、非常に興味深い内容です。特に安倍晋三元首相が再度総裁選に出馬する際のエピソードは、政治の世界の緻密な戦略や計算が垣間見えます。彼の政治力や人間性を理解する鍵となります。その決断の背景には、 彼の維新の志や国家層に対する深い信念があることが伝わってきます。また、高市さない氏が注目を浴びた理由や、岸田文雄氏の総裁就任後の党内の動向も、日本政治の現在の様相をつかむ上で重要な示唆を与えています。安倍氏の総裁選での勝利戦略は、彼の長年の政治経験と人脈を駆使したものであり、 彼の支持基盤となる地方票や党員票の獲得に向けた努力が見事に結実した一例と言えます。彼の選挙戦略や広告戦略の緻密さは、単なる政治家の手腕を超えた、戦略の巧妙さが伺える点でも興味深いです。彼の人柄や政治スタイルを理解する上で非常に有益です。彼が総裁選に出ることを反対された際の逸話や、その後の選挙戦での戦略的な動きが具体的に描かれており、 政治の世界がいかに複雑であるかを改めて認識させられます。特に興味深かったのは、安倍氏が総裁選に勝利するためのプロセスや、彼の支持者たちがどのように彼を支えたかという点です。地方票や党員票の重要性、広告戦略の効果など、選挙戦の裏側が詳細に語られ、実際の政治陣営がいかに緻密で戦略的であるかがよくわかります。さらに、安倍氏の人間性や信念に触れる部分も多く、 吉田松陰や三島幸夫といった歴史的人物との関連性を持ち出すことで、彼の政治理念や国家間の形成過程がより深く理解できるようになっています。日本の歴史や文化に対する深い理解が感じられ、安倍氏の政治哲学を理解する上で非常に興味深い部分です。彼の政治哲学がどのようにして形成され、彼の政治行動にどのように反映されているのかを知ることは、彼を評価する上で欠かせない視点です。全体として、 日本の政治の裏側を知ることができると同時に、政治家たちの人間ドラマや信念がどのように工作しているのかを詳しく知ることができました。今後の政治を見る目がより深く、広くなることでしょう。